ギリギリここまでしか構えられない。はい。ということでやっていきましょうか。Biohazard RE4。ブルホスでございます。前回ね、ちょっとね、警告がすごい大変で、もう回復アイテム全部使い切っちゃったっていうところなんですけど、なんとか生き延びて、まだ今のところ一回も死んでないというね、奇跡が起こっている状態で、これうまくいったらみんな、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン押してね。よっしゃ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンゲットやで、ベイベー。ちょっと待って、ちょっと待って、おっさん、ちょ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 、気づかなかった、気づいてなかった、折れた、ポッキン。ああ、邪魔だ。ちょっと待って、そんな、オチが待ってると思ってなかった。まさか、おー、ステルスキス、こいつ、キスチューチューキック、よいしょ、オッケー。チューチュー、こいつらなんかステルスキス上手だぞ。びっくりした。こんだけ派手な音立ててんのにさ、なかなか敵も鈍感っちゃといっぱいあるな。ダメージ食らわなくなっただけです。ありがたいんだけどね。素材 L、 これ預けれんのかな。違うキック、お金、あ、オープン、サファイアで、よいしょ、しゃがんで起き上がって、まあ、こういうのとかさ、なんかさ、一人で今夜中、あ、危ね、夜中に一人でさ寂しくやってんだけど、誰か一緒にやってくれる人がいたりとかさ、なんか生放送とかでやったりとかしてたらさ、すごい楽しいんだろうけど、まあなかなかそういう環境じゃないからね、一人でしっぽりと夜中、娘と嫁が寝静まった頃に一人で絶叫しながらプレイしているという悲しい。カラスが飛んでったよ。そろそろルイス・セラー、なんか今回ルイスがめっちゃなんか出てくるみたいな、あれ気になるけど取れないんだな。で、これ、クラフトをしようと思ったら、ライフル、へぇー。あ、L でいけるんだ。なるほどね。ライフルの L でしたか。サブ、ん？まだ持ってないよ。あ、12個もいるんだっぺや。で、19。あー、で、これが、なるほどね。あんたは10発ショットガン。ほう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 。なるほどね。まあ、まだ、本当に弾なくなってパンチってなった時に、やるあれだから、よいしょ、キック。いやでも意外とも結構ピンチなんだよな、ほい。意外と弾言うほどないんだよね。ああいう小屋とかにさ、地味に敵が潜んでたりとかするからやらしいんだよね。よいしょ、なんか知らないあれになってるな。おっ、これはどういうことだな。え？待って、なんかすごい不吉な音してる。おぼろ赤ちゃん、おぼろ横ちゃん、いるね。やばい、おぼろ横ちゃん後ろから来てるちょ、逃げるちょ。あ、ちょっと、こんな時に、あ、やばい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 。アリア。もう遠慮なく行く。おら。起き上がれ、キッコ星キッカー。ざまあ見さらせ。逃げろ。オッケー。こんなのいるって聞いてないよ。あ、強えし。タフ、ほんとタフ。まあ、こいつ多分あれだよ。あの、最初の村中央で逃がしたやつだよ。村中央で逃がしてやったやつなんだよ。あの時逃げてればよかったな。ここで死なずに済んだのによ。
おら、おら、カッチカチやぞ。めっちゃガードがお上手ですね。ガードお上手ですね。そろそろ死んでもいい頃ですよ。ケツ。あ、いた、いた、いた。やっぱりお尻は弱かった。なんだ？おお、エメラルド。単体。エンジン切れたねえけど、この角度だったら多分自分が切り刻まれるやろう。ああ、いや、いきなり、なんかすげえ不協和音が、だだ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 、不協和音とは言わないか。不吉な音聞こえてくんなと思ったら、やつだったか、ハーブ。なんだ？奴らの権威は地に落ちた。人形を打ち壊せ、貴族たちを許すな。人形？人形？人形ってどういうこと？とりあえず。あ、で、これ、カーブ単体の時に回復ができるって書いてあったね。あの、15% アップって書いてあったね。だってなんか、小屋の中から見た時の外すごい綺麗だったのに、ここになった途端すごい暗くなったぞ。おーっと、危ねえ？そんなことができたんだ。知らなかった。そしてなんでこれは初めから閉じてんの？ここどこ？中間地点。あ、ちょっと待って。トレジャー。エクスパンショントレジャー。あ、なんかいろいろ、あ。あれ？ちょっと待って。一旦帰る。帰る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 。どっかにトレジャー。あ、ってことは鳥の巣かなんかが上にあるってことか？違うのかな。え、トレジャー、トレジャー、あったあったあった、トレジャー、宝石サファイア。エクスパンショントレジャーってさ、違う、こっち何なんだろう。これ今取れ、これ今取れるのかな。取れるんだとしたら、あの渓谷の方のエクスパンショントレジャーも取っておきたいよね。これ引っかからないように、ちょっとこっちの方行って。あ、こっちは引っかかるんかい！やっちまっただ。あ、痛い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 。これしばらく足引きずるのがちょっと可愛いんで。で、ここに、あるよね。ここのトレジャーは、なんかある、違うな。あれは空間か。ん？まだ取れないのかな？あります？どっか。あれも穴だもんね。しかもあんなところ撃ったとて。でも場所的にはここだよな。足元にも、ない。今取れないのかな？じゃあいいか。積んできゃしょう。トゥル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 トゥトゥルトゥトゥ。ショット弾がなくなったね。ショットもこんな出ないもんかね。ね。進んでいって。うつ伏せで寝るとあんまり体に良くないよ、実は。あんまり根拠を覚えてないけど。あっ、出た！もうほんとこれ。びっくりしたわ。もう、急にごめんなさいね。急に絶叫してごめんなさいね。こっちは、行くにはまたこれあるか、なんか。ヘビみたいな紋章多いな。ここは何もないと。あ、なんだ、レオンの声か。なんかさっきからさ、フーハー、フーハー言うてるやつおるって思って、敵か思ったら、レオンの声やったな。あはん、まあまあ、今のは見えてた。今のは見えてた。見えてって引っかかってもた。ダサいやつ。いっちゃんダサいやつ。よいしょ。あんた、あ？こっちかな。で、あ？ぐるりとま、ちょ、めっちゃ引っかかってる。ここは大丈夫かな。んでから、あ？もしかして、ここから侵入？狭くない？ちゃうな。で、
家の扉がここか。いや、あ、え？モノオープン。あれ？またなんかどっかから侵入する場所があるとか？中間地点、もし、ここは中央表、めっちゃあるやん。高所の穴とか。鍵のかかったタンス。エクスパンション、じゃあ村のみそぎ。これ、こんなにあったのか。めっちゃ見流しとうやん。また戻らなあかんな、これ。違う違う違う、そこじゃないんです、そこじゃないんです、そこじゃないんですよ。でももう、ここしかないよね。中間地点。で、しかも鍵がない。え？お邪魔したいんだけど、無理ですか？ It's locked. It's locked. ちょっと待って、どこから入ったらいい？これ壊したらなんか、ガンパウダー3つ。これは違うもんな。これ、あれか、ご立派な村長の家か。かといってこっちも行けないし、なんか今回、あれだね。お恥ずかしながら引っかかっとこう。謎解き的なのが多くて、ちょっと全然、今度こそこれを登るか？登らないね。全然登る気配がないね。ああ、あったあったあった。入れんのかよ。トイレもしかして。ああ、おしっこ中でしたか。失礼しました。てか、むしろなんか、便を催してた気がするけど。おお、ちょっと、そんな怒りすぎやろ。ボットン便所に格下げされてんじゃん。水洗トイレだったでしょうよ、前は。Not too shabby. 誰かいないか。Someone has shown up their neighbors. そうね。小さな鍵。あ、やった。またこれで、どっかの鍵が開けられる。なんだ。Old photos.おう、フォードです。あ、それだけなのね。めっちゃ写真飾ってんな。あ、ちょっと。こっち敵、いそう。こんな喋ってたら普通バレるでしょうね。いないんかーい。あ、編集流。違う違う。なんだ？スペース。村人一家の写真。今や彼らは我らの血肉、我が主に感謝を。ファイル追加。え？ちょっと待って、これ何？これ何？わからん。子供、牛、わからん。何これ。そりゃそうだわな。なんか適当にやったら、開くとかない。無理だよね。どっかにヒントない。ないか。どうしたらいいんだろうな。あ、とりあえず、じゃあ、2階上がるか。あ、セーブポイントある。あ、やった、レッドハーブ来た。レッドハーブがあれば、これでまた、1段階体力が。で、意気揚々と来たはいいものの、なんだ。イルミナス経典4章3節。種もみ、豚、あ、主人は民人すべてに祝福を賜われた。民は深く感じ入り、己が財を差し出した。
老いた夫婦は最も重い種もみを、痩せた豚飼いはよく肥えた家畜を、何も持たぬ老婆は愛する我が子を捧げた。主人はこれをことさら喜ばれた。ちょっと待ってね。種もみ、種もみ、家畜はこっちか。で、子供。あーって言った。何これ。水晶玉。ああもういやー、なんでそうなるのかね。なんでそうなるのかね。こいつほんと嫌い、こいつほんと嫌い、ほんと嫌い、こいつやだ、ほんと嫌い、こいつ、こいつほんと嫌い。ほんでまたこうさあ回復しなきゃいけなくなるでしょ。こっち側なんかあった。あ、これもしかして。おお。あれ？あ、あったあったあった。ありが。あー、びっくりした。もうシューって黄色とかよ。いやー、どうやんだろう。あー、なるほどね。で、こいつがいると。そういうことか。使う。え？何これ？どういうこと？どういうこと？どういうこと？あー、そういうことか。あ、いった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 。うわー。うわ、すげえ立派なベッドになってる。逆向きになってるけど。あなた？村の記録第3課。10月10日、天候不順。麦の育ちが遅い。牛たちも痩せている。12月4日、随分空いたな、2ヶ月。木の木出し、種まきの時期に弟子出が不足したためだろう。しかし、サドラー様の命令は絶対である。1月30日、あら、餓死者30名。牛を5頭潰す。3月11日、課長が集まり、くじを引く6名。これもサドラー様のため。くじを引く8名。くじを引く4名。あ、だんだん。外から迷い込んだ登山者2名。祭壇で儀式。今日はくじを引かなくてよい。何？実験か？何かなのかな？サドラー、だいぶ物々しくなってんな。あ、これ、まさか、出てくるんじゃなかろう。ん？あ、なんでハンドガンの弾あんの？なんだ？これ開けたら怒られん？じゃあね。え？あー、そういうことね。あ、アシュリーとまたこう帰ってくんのか。へえ、裏部屋ですか。じゃあ、ここあと特に調べるのは、ないかな。あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。宝物があるぞ。宝探しのさ、これか。あ、なんだ。シンプルにタンスから抜くの忘れてた。じゃあ、このチャプター多分、原作通りだったら、ここで村長が出てきて、こいつだよね。そうだよね、村長出てきて、こんにちは、やから、まあ、ちょっとそこで終わりに多分すると思うので、組み合わせで、今のうちに遊んでおきましょう。チャキンからの、チャキン、OK。で、もう一個。組み合わせ。チャキン。ルビーよりサファイアの価値あんだね。デュオボーナス。オッケー。で、なんかこれ、あれだな。で、アイテムは、とりあえず、組み合わせとく？なんかショット玉くらい作っとく？なんかいざ使いそうな気もしてきたんだよね。ショット玉12個っていうの。でも、あれか。1個やっとくか。で、金、6発。違う。いいね。アイテムスペースも空いたしね。よっしゃ、そんなところかね。よし、じゃあ、いざ取って。さあ、どうなる？取りました。振り返りました。違うな、出てきたよね。あれ、なんか思ったほど大きくない気がする。お、ちょ、あや。もうなんかもっとでっかかったけど、強くなってる気が痛い。血液とかあれお乳が
お乳が痛いの。おつあ、もしかして窓から放り出されるパターンです。うわ、目がすげえリアルになってる。違う。あ。帽子吹っ飛んだ。あ、お顔がチラリ。ピショ。おー、美しき。なんだ？あ、飛び出せへんのかい。いて。あ、そのままほっといてくれる優しさ。血が混ざってきたとは一体どういうことですか？そして、なぜ殺さないという優しさ。My blood? Gift? My blood? なんか、輪郭がすごい好きな感じ。Chapter N。じゃあ、チャプターリザルト。血の混じり、チャプター2、ナイフさばき、オパリ、とどめの一撃、ナイフで追撃。Welcome。で、依頼、一つクリア、ナイフの方が早い。あ、ナイフで答え倒すね。はいはい。コッパミジン、爆発で10体倒す。おー、なるほどね。OK。で、クリア、54分31分。おー、なかなかな時間かかったな。2つのチャプタークリアするのに1時間かかってんだもんね。しかし、まだ死亡回数はゼロだ。イエス。被ダメージは多分ほとんどが警告で食らった分な気がする。はーい。いやー、すげえ。もうすでに100分プレイしてんだね。いやー、楽しいわー。ドキドキしながら楽しんでますわ。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して明日また楽しんでてくれたら幸いでございます。ということでまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。